東京都立九段高等学校は、かつて東京都千代田区九段北に存在した都立高等学校。第一、東京私立中学校を前身とする都立新学校であった。他に私立中以来の都立校として上野高校、文京高校がある。関東大震災による学校不足を補うため、当時の東京市により設立された。 対象デモクラシーの寄付を引き継ぎ、開校当時から珍しく制服がブルザーであった。また当初は、国立栄養研究所の指導のもと、学校給食が出された。進学面では、創立当初は、旧正中学校の中でも一校進学者数が、ベスト10のランキング入りをしていたこともあり、戦後も、東大合格者数では2桁10人台を、状態としていた。 創立以来一貫して他の都立新学校とは一線を画す独自の自由な交風を胸としていた。それゆえ、学校群制度制定とともに受験者の死亡先が限られ、また、日比谷や三田といったそれぞれ異なる独特の伝統、交風を教示とする参考で軍を形成したためか、それに引き続くグループ合同選抜制度時代以降も次第に、 進学実績や校風でも停滞が見られたことは否めなかった。数年後には東京都より千代田区に移管されて都立から区立となり2006年4月に同じ校内に開校された中高一貫校の千代田区立九段中等教育学校へ校舎が明け渡された。2008年度末に都立としての九段は並行した。証明書の発行事務は 一橋高校が受け負っている。直木賞受賞者、芥川賞受賞者を、それぞれ3人以上輩出している日本で、唯一の高校である。高知は、最後の琉球国王だった、正体の邸宅跡にあたる。琉球処分後、正体一家は、明治政府によって、東京に住むことを強要され、関東大震災まで、この場所に屋敷を構えて生活していた。震災後に、 一家はここから、現在の渋谷区南平台町に移転し、その跡地に第一東京市立中学校が作られた。高知を囲む塀の下部に今でも残る石垣は、正体の邸宅の名残である。例年5月、6月、11月に実施される。文化、芸術芸能政治、行政、地方経済学問ジャーナリズムその他、なり立ち里 高橋史郎ホームページ祝100歳成田、千里初代校長の老い、米津和幸さん聞く誘拐、2012年7月23日、高校紛争全国に広がる2ヶ月間で49校も、朝日新聞昭和44年10月28日、長官、12班、15面戦後高等学校に、関する実証資料に基づく研究、岡田誠、駒沢大学。ありがとうございます。